はいどうも、皆さんこんにちは、ムミケンです。昨日ガチャ引いたらですね、まあ昨日のガチャ動画の後にね、あ、今朝かな、これ一応なんかこいつが出ました。こいつがね、メタゴ、ドラゴメタルメタゴじゃないドラゴメタルですね。こいつにね、闘技場で結構使えるっていうかね、あの新しい、あれですか、そのプチボディっていうんですか、メタルライト、これだ、ライトメタルボディっていうのが使えるっていうか特性で持ってるんで、闘技場でね、使えるのかどうかをちょっと今から検証っていうかチェックしてみたいなと思います。前回ね、2週間ほど前にアモデウスが出てね、こいつ結構使えたんですよね。この操るが結構良かったんで、まあでも一旦だけなんですけどね、こいつちょっと守備とかも弱いんで、一旦で、まあ死ぬっちゃ死ぬんですけど、まあ、それ結構ね、上級者にも勝てたりするポイントになったりしてね、アモデウスはすごい助かりました。で、今回こいつね、の、身代わりですよね、特技のね。身代わり結構使えんのかなと思ってね、あれ、身代わりって敵一体の行動を代わりに受ける。じゃあ、アモデウスとどっちにしようかな。まあ、これ、ドメディとの、あれはね、良さそうですけどね。ちょっと僕、ドメディ育ててないんで、あれですね、闘技場の、まあ、みんなのバトルで、対戦、友達対戦でね、こいつ使えそうですね。まあ、普通の通常バトルじゃあんま使えないかな。狙い攻撃ってあんまされないですもんね。まあ、というわけでね、ライトボディ、まあ、身代わり、全体、そっかそっか、全体の防御ではないですね。身代わりなんですね、あくまでね。はい、じゃあ、実際ね、どんな感じか見ていきましょうかね。じゃあ、早速ね、やっていきましょう。リーグバトル。これで、ね、チェックしていきましょうかね、スライムがね、使えるかどうか。よし、じゃあ、これでいきましょう。まあ、ほとんどレベル80で、まあ、あいつが85と。最近ね、もう、闘技場あんま行かなくなりましたね。お、面白い人がいる。ちょっとこの人見てみたいんで、これね。あ、S なんだ。SS じゃないんだ。最近当たったのかな、これ。ねえ、なかなか見ない対戦相手ですね。対戦相手っていうか、ジュリアンテか。はい、じゃあジュリアンテいますけど、じゃあ身代わりやっていきましょう。誰を身代わりするかですね。必ず生かしときたいやつが、HP が低いやつ。こいつ行きます。アモデウス、ちょっとすぐ死にやすいんで、アモデウス死なないようにね。すごい色気ムンムンの相手パーティーですね。はい、じゃあ、まあ、ジュリアンってちょっと残しておきたい、動き見たいんでね。ちょっとめんどくさそうな、この辺から。で、操る。あ、操るが効かないんだ。じゃあ、まあ、こっちを倒しとくか。操るがね、ほぼ 100% 入るんですよ。今んとこね。ほぼ、うん、そうかな、ほぼかな。はい、外すときもあるかな。なんかあんまり見たことなくてね、外すとこ。じゃあ、これ OK。はい、じゃあ、これでやっていきましょう。お、操りやっぱ入りましたね。もう、ほぼで 100% 入るんでね。おー、すごい。すごいね。ランドインパクトもまたすごいな。はい。あー、ダメだ。持たなかった。斬撃一応持ってるんですけどね。結局落ちちゃったな。なんかすごいのかどうかよく分からずに落ちちゃった感じだな。はい、じゃあ一応ね、一旦は防げましたね。まあ防げたっていうか、アモデウスはね、死んではないですね。はい、じゃあ今度はこいつをね、やりましょうか。まあ、いける。こっちはさすがミスか。半減のやつはちょっと厳しいんだな。はい、じゃあ、こっからね、先制いけると思うんで、どうだろう。まあまあ、なんとかね、いけると思うんですけど、まあまあ、この辺でやっていきましょうか。つうか、もう攻撃した方がいいな、アモデウス。戦いの歌操る、マフージの前に。あ、微妙。なんか中途半端になっちゃったな。マフージの前で適当に、ぶちゃぶちゃやっていきましょうか。はい、ちょっと厳しいけど、なんとか持つかな。はい、じゃあ、普通のね、まあ、人とのバトルっていうよりも、おー、よしよし。なんとか勝てましたね。ドラゴスライム?ドラゴ、あ、メタルドラゴか。こいつ使えんのかな?よくわかんないな。ちょっと HP も低いっすもんね。どうなんだろう。魔法とかで削られるときつい感じかな。一応メタルボディあるんですけどね。僕の使い方がね、悪い可能性があるんですけど。じゃあ、面白そうな名前の人と対戦しましょうかね。はい。
まあこれはね、普通の、人バトルじゃなくて、友達対戦じゃなくて、普通の、リーグバトルですね。まあ、ほぼ勝つようになってるんですけどね。一応、あ、ベホマラー持ってんだ。ベホマラーと身代わりか。どうしようかな。じゃあ一応身代わりで、まあしっかりと入れることをメインでやりましょうか。これドメディとかと相性が良さそうですけどね。はい、じゃあランドインパクトと操る。操るで、ドメディ操ったりすると面白いんですけどね。動き止めれるんで。どこに来るかですね。お、これはやっぱあっちを防いだ方がいいか、ね、エビルトレントの方を、ああミスになっちゃった。エビルトレントの方をブロックするといいのかな。確実に、あれするんでね。まああとはデホマラーしときましょうか。なんかパッとしないというか、どこにしていいのか分かんないですね。あれではないんでね、全体をするわけではないんで、全体をこうねブロックするやつだと分かりやすいんですけどね。はい、じゃあまあこんな感じですか。もっといい使い方がねあるかもしれないですけどね。これで、まあ、身代わりしてもしゃあないか。マラーでもしときましょうか。はい、じゃあまあやることないですけど、まあこんな感じで。はい、じゃあなんとかね勝ちましたけど、いまだにねメタルドラゴの使い道がね分かってないと。まあこいつはやっぱドメリーとかね、あとやっぱ回復系かな。はい、ではね、今ざっとね試合振り返ったんですけど、まあちょっと僕の使い方ではちょっとあれかな。やっぱドメリーとかそのね回復だけとか、身代わりだとちょっと僕はあれかな。あのメタルスコーピオンの方だと結構面白いと思うんですけどね。全体はあれ確かあれでしたもんね。というわけで、まあちょっと、ちょっとね、こいつはあんまいらないかなって感じするんで、餌の方に回すかもしれないですね。ちょっとね、物足りないなって印象を受けました。まあ使い方ね、まあ僕以外の人が使うとね、使ってみた動きとか見てみたいですけど、僕はこの感じだとちょっとね、こいつね、メタルドラゴとか言ってましたけど、最後の間違ってたな。ドラゴメタルですね。こいつやっぱり物足んないな。防御力566はあるんですけど、ちょっと中途半端だったな。はい、っていうわけでね。はい、なんかあんまり微妙でしたね。なんか、いい掴みじゃないのかな。結構食らって死んでたんで、どうしたもんかなって感じですね。もうちょっと、メタルボディやるんだったらね、もうちょっと防いでくれるかなと思ったんですけどね。あと、そのね、全体じゃなくて、やっぱ単体っていうのはな、ちょっときついなって感じますね。まあ、闘技場で慣れてないのもあるかもしれないですけどね。はい、っていうか、今回ね、ドラゴメタルの、まあ、動きのチェックでした。まあ、ちょっと微妙だったかな。ちなみに、昨日当たったのがね、これもう一個当たりましたね。まあ、レギュラーマスクルト。こいつはね、今まで持ってたんですけど、まあ、こいつ一応 B で当たったんですけど、まあ、そんなあれかな。まあ、2ヶ月ぐらい前に初登場したやつなんですけど、まあ、話題にも上がることのない、モンスターだったんですけどね。はい、じゃあこの2匹です。じゃあまたね、面白いのが当たったら紹介したいと思います。はい、失礼しまーす。